アニメなんですけど、うん、星の子って知ってます？それ漫画を読め読めってみんなに言われたんだけど見てない。漫画の表紙だけ本当に見たことあるぐらい。で漫画人気ですよね。僕漫画は読んでますので。お、あ、読んでる。連載中で読んで。すごい。でも人気だってことは分かってるんですけど。ヤンジャンだ。ヤンジャンだ。ヤンジャンで1週間遅れて少年ジャンププラス。ジャンププラスなんだ。だからか。いやね、これがですよ、うん、めちゃめちゃ気合入ってるんですよ。まず次のジャンプ作品としての推しアニメにしようとしてるのがすごいんですね、うん、この間第1話やったばっかりなんだけど、うん、第1話が90分なんですよ、枠がもう、初回なんとか版みたいな。普通は30分。あ、長い。だいたい拡大枠ってなって2話を一気にやるとか、せいぜいそんなもん、うんうんうん、90分ってなかなかなくて。で、オープニング曲が YOASOBI なんです。おー、力入ってますね。で、制作会社が動画工房っていう萌えアニメに強いような会社で、これで原作と作画に分かれてて、原作がかぐや様は暮らせたいの人なの。で、作画の人もね、なんか有名なクズの本会とかなんかそういうの書いてる人。おー、なんか聞いたことある。そう、そんな感じでだいぶなんか力入れてんだろうなっていうところから入るんだけど。え、それって例えばで面白いと思って、うん、漫画読みたくなったんですか？だって先は気になるっていうのもあるし、あとアニメの界隈で、うん、クールごとに話題作になる作品のことを覇権って言うんですけど、うん、これは覇権だわっていう声で溢れてた今ネット。俺だから、覇権の品格って面白い映画がありますよ。あ、それはどうでもいいです。あの設定としてまず主人公が田舎のお医者さんなんですよ。男のね、うん、でその人がアイドルファンなんですね、はいはいはい、いわゆるオタク。アイドル？アイドルグループ？アイドルグループに所属している一人のアイドルを推してる。あ、はいはい、センターの子、うんうんうん、でなんでハマったかって言ったら、昔その医者の勤務している病院に入院してた女の子がいて、その子がこのアイドルすごいハマってるんですって言って、で教えてくれて、まあ、その子と仲良くしてるうちに自分もハマっていくと。でその子は女の子なんだけど若くして死んじゃったんですよ。でまあそんな子の思いも背負って俺はアイドルのこの子をしてるんだ、決してやましい気持ちじゃないんだみたいな感じの、ちょっとジャブっぽいテイストを交えながら、うん、でそこの勤務してる病院にそのアイドルの子がやってくるんですよ。妊娠してしまったと、うん、いうことで東京だと騒ぎになるからこっそりこっち側で産みたいな。おー、はいはいはい。で田舎のところで、うわ推しが来たよと、うん、で話してるうちにこのアイドルすごくめっちゃいい子だと、医者の人はこのアイドルの子を守るためにも俺は必ず産ましてやるっていう強い思いを持ってたんですね、うん、いよいよもういつ生まれてもおかしくないみたいな状況の時に、うん、なんかあったら電話で呼んでくださいって言って夜帰るわけですよ、主人公の男は。夜道を歩いてたら不審な男がやってきて、あんたがアイドルの愛って言うんだけど愛の担当医かと、うん、妊娠してるってのは本当かみたいな、うん、この医者はアイドルのこと俺が守るみたいな強い思いになってるから、なんでここにいるってことを知ってるんだみたいなところを詰め寄ったら崖から落ちるんですよ、守るって言ってた男はね。で気がついたらそのアイドルの子供に転生していくっていうところっていうところから始まるんだけど、うん、転生なんだ。転生ものなんです。流行ってるよね転生ものって思うじゃないですか。で、うん、アイドルじゃないですか、うん、テーマも、うん、あの先知ってんだろうけど俺は第1話しか見たことないんですよ。ああ、漫画も読んでるわけじゃないんだ。そう、第1話を見ただけ。あ、だからそこまでってことね。1話はで、いや違うんですよ、90分あるんですよ、うん、これ全然まだ30分も。でも生まれたって言って生まれた、推しの子になったと、大きくなったところから続くと、それとも子供時代に。逆にどう思います？あのここまでの設定聞いて、うん、どういうストーリーになると予想します？正直、でもパターンとしてはもうちょっと大人になってないと物語転がしづらいかなと思ってますよ。第1話終了時点で、うんうん、高校生、中学生、中学生かなになったところ。中学生だと12歳制服着てたから、中学生になったか高校生になったかどっちか分かんないけど、うん、になったところで終わる。12歳か15歳かなんだけど、生まれてきてもちろん当然記憶があって、なんなら後で分かるけど喋れるのね普通に0歳にして。0歳のとこ描写するんだ、うん、もうすぐ10歳になってるんだと思って。で同時に生まれてきた女の子がいるんですよ。双子。双子？双子なんだ。双子なんです、うん、で生活していく中でその主人公の元医者はすぐに気づくんだけど、双子の相手が女の子も転生者なんですよ。はいはい、女の子なんだけどね、夜中になんか声がすると思って起きて出てみたら、その子がスマホでツイッターをいじりながら、アイドル愛のだママだよね、ママのアンチたちと
リプ合戦を繰り広げてるわけですよ。ね、こいつママのことを起こして死ね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 って言ってたりとかこっちもこっちで熱狂的なオタクだったんですね。あ、そのお母さんの、そう、お母さんのオタク、二人とも推しの子になってた。ちなみにその双子の子は男の子の方がアクアマリンっていう名前で、女の子の方がルビーっていう名前。ヨルズがアクアマリンで、二人でちょっとさすがに生まれて間もない子たちがこんなことやったらもう君が悪がられるから普通に振る舞おうというところで日常生活が始まるんです。でアイドルの子と一緒に生活していく中でも、一生懸命頑張ってる感じを間近で見て、より二人はファンになっていくというか、すごいいい子だなと。それは十何歳になっては子供たちの母親、12年経った後もアイドルやってるんですか。まあ焦らないでくださいよね。そうですね、ですね。そのストーカーは逆に知ってる。殺した側は、まあそうね、そこは別になんかそいつがバラしたりとかはしてないね。まあ、そいつが脅かしていい感じになってるから、もう出てこないのかな、もうそいつ出てくるでしょう。で、ある時にドラマのちょい役にそのアイドルが呼ばれるんですね。うん、まあ初めてのドラマってこともあって、自分たちも行きたいって言って子供たちも連れていくわけですよ。うんうん、まあ、もちろんマネージャーの奥さんの子供だということにして、うん、現場ではキャッ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 可愛がられるんだけど、元医者の方は、はあ疲れたっつってこう外で一人でちょこちょこ歩いてたら、そのドラマの現場の監督と接触することになって、ああごめんなさい、あの邪魔しないので申し訳ないです、我々精神性にそんな邪魔をするなんてのはね、どうぞ弊社の愛をよろしくお願いしますみたいなことを言うわけですね。それが3歳ぐらいかな。で、数日後家で楽しみにみんなで3人で利用としたら、彼女の出番がすごいちょっとしかなかった。うん、で、その男の子はちょっと怒って監督に電話するわけですよ。うん、そう、仲良くなって名刺もらったからね。主役の子がな、可愛すぎる演技派女優ってことで売り出してる。そこで、そいつより目立つやつがいてみろ、看板に傷がつくだろう。だから、編集の段階で極力減らそうってことになったんだ。残念だったな。この作品、まあちょっとこっから先のやつも含めてだと思うんだけど、芸能界の裏側とかを多分作者とかは結構勉強したりとかしてんだと思うんだよね。だいぶリアリティいろいろあって、まあ芸能界に夢を見るもんじゃないぞみたいなことでも、まあとはいえ俺も申し訳なかったとは思っていると感じで、そこで代わりに別の映画の仕事を振りたいっていうことを言うわけです。ただし条件がある。お前も出るんだよ、早熟ベイビーっつって。どっちの方、男の子男の子としかまだ監督は会話してないから。ああ、うん、まあなんか低予算の映画だったらしいけど、そこで現場行って、その演技がもう周りの人がもうすごいねと、 あなたすごいわねって大評判になって、でただ最終的にそのアイドルの子は存在感を発揮して、それでブレイクの兆しが出て、ちょこちょことテレビに出たりとか、どん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 こう売れてくると。この辺だったかな。もう一人の双子の女の子の方のバックボーンにもちょっと触れてくるんだけど、うん、女の子はもともとオタクだったんだけど、これは見ている側にはわかるけど本人たちにはわからないような状況なんだが、うん、最初に医者の人にこのアイドル素敵だよっていう教えてくれた女の子死んじゃった。ああ、遠征するのは遅いんですね。まあまあ、そこはタイミング悪いかもしれないけどね。すごい、そこは時間軸がずれてるんだ。確かに時間軸が。そこはリアリティ求めてしょうがないでしょ、そこに。で、まあもちろん本人たちはお互いには言わないのよ。お前転生する前何だったんだっていう。前世なんかどうでもいいんですけど。まあそんなことがありつつ、いよいよアイドルグループがちゃんとブレイクしたっぽくて、東京ドームでコンサートができるようになったと。念願のドーム公演があるときに、朝ピンポーンってこう、社長が迎えに来たのかなって、こう玄関開けたら、たまたま思って男が立ってて、ドーム公演おめでとう、双子の子は元気っつって。ナイフでブスって刺すわけですよ、アイドルを。え、殺したやつ。そう、医者を殺したやつだったの。場面切り替わったらもう完全に死んでて、刺した本人も自殺したと。うわ、そうなるよね。また見つけて殺したんで。犯人の男は普通の学生で、そもそもどうしてあの病院にいるってことが分かったんだ、そしてこの家に住んでるってことを知ってるんだって思うわけですよ、となると俺らの父親じゃねえかってなる。なるほど。父親はね、登場してないんですよ。事務所の社長にも内緒にしてるんです、うん、父親がこの芸能界に近しいところに存在している、うん、俺が必ず復讐してやるって心に誓うわけですよ。ってところで第一話だから、ここから復讐者になるし、推しの親であるアイドルは出てこないし、そういう意味での長いプロローグだったわけですね。急になんかこうミステリーっぽくなるというか。確かに、どうなっていくのって思うな、うん、何そういう意味で
ここまでやるには90分必要だったんだっていうのも納得したし、なるほどね、あ、すごい予想外の展開だなっていうのは俺は初見の感想でした。でこっからきっと芸能界としてこの2人がデビューしたりとかしながら活動していくんだろうなっていう、ちょっと見てみたいな。この後こそ僕は面白いですけどね。お、最初は僕もあんまりこうアイドルものとか転生ものがそんなに得意じゃないから、うんうんうん、結局あそんな感じなんだと思ったら、こっから先はもう割とミステリー要素が多いので、まあ、だってもう転生関係ないですもんね。そうですね、自分の母親を殺したのは多分父親で、うんうんうん、そいつを探そうっていうミステリーだと思えば転生あんま関係ないですもんね。そうですね、父親は誰なのか、うんうん、本当に芸能界にいるのかとか、うん、どうやって復讐していくのかみたいな、うん、とか、まあ娘の方はそういうことに気づいてるのかどうかとか、そういったとこ気になってまあ見ていけるなっていう感じですね。そこの原作もまだ解決してないんですよね。解決してないですまだ。結構面白いですけどね、この後。でもそれ逆に俺それ聞いたら興味を持った。あ、ね、父親がもしかしたらってなった時思えば、そういう視点で考えると知りたくなったけど、え、その今の下りまでのアニメ第1話90分、漫画だと何巻分なんですか？アニメ第1話が1巻、うん、漫画で言う。へえ、結構凝縮してんな、うん、1巻分なんだ。これは話題作、うん、そう、ネットの声とかを見てたら鬼滅呪術スパイの系譜に乗ったなっていう声が出てた。へえ、でも確かに気になるかもな。でもめっちゃ俺何人かに勧められて、この漫画面白いですよって。去年かなんかから割と話題になってて、次に来る漫画ベスト1みたいな、そういう感じでした確か。でまあネタバレにならない程度に、まあある程度こう復讐をしようと進んでて、しようとするってことは分かってきてるんだ。犯人の目星はついてますね、うん、それは引っ張らないでさっさと終わってほしいな。まあ今回は僕は注目作です。漫画も面白いですね。